メッセージが届いてたな。皆さん、この度は本当にありがとうございました。今の私に何ができるかそれは分かりませんが、精一杯頑張りますので、これからも協力させてください。おうよ。でも堅苦しいのはそれぐらいにしとこうぜ。だな。今日はゆいちゃんの復帰祝いだ。みんなじゃんじゃん飲んで騒いでくれ。はーい。エギルのくせに気前いいじゃない。俺はいつでも気前いいんだよ。おお、あっちにすんげえうまそうな料理が並べられてるぜ。あれ食べてもいいんだよな。イエス、ビュッフェ形式で並べられてるから問題ないはず。ビュッフェってことは食べ放題ですか？こらこら春雪くん、目を輝かせるのはいいが食べ過ぎには注意するように。そうよ、春、ちゃんとセーブしないとダメだからね。別にこっちで食べても太らないだろ。春、他の人の分がなくなっちゃうって意味だよ。心配しなくても追加でどんどん作ってるから問題ないぜ。アスナたちが腕によりをかけてくれてるからな。みんな、今日はユイちゃんのために本当にありがとう。シノノンたちにも手伝ってもらって追加で料理してるから気にせずどんどん食べてね。私たち食べてるだけでいいの？確かにそうなのです。妖精の皆さんに振る舞ってもらってるだけで私たちがお客さんみたいなのです。気にしないで。今回は ALO の問題解決に協力してくれたバーストリンカーたちに感謝の気持ちを込めてのパーティーなのよ。はい、そうです。じゃんじゃん行っちゃいますよ。私も僭越ながらお手伝いさせてもらいました。ゆいちゃんってこうして見てるとすごく自然に見えるわ。そうっすね、師匠、安心したっすよ。ああ、だが記憶を失ってもゆいはゆいだ。俺たちの大事な娘には変わりない。うん、そうだね。パパ、ママ、ゆいちゃんにはこれまでのことを一つ一つ教えてるんだよね。うん、ゆいちゃんも昔の自分が気になってるみたいで少しずつ話してあげてるんだよ。楽しかったことも辛かったことも包み隠さず伝えてあげようってキリト君と相談したんだ。そのおかげかもね。私にもゆいちゃんが前と何も変わらなく見えるわ。うん、僕もそう思うよ。皆さん、本当に本当にありがとうございます。さあ、締めっぽいのはこれくらいにしようぜ。今日は事件が解決したことをみんなで明るく慰労し合いたいんだ。そうだな。うんうん。わあ、春雪てめえ、みんなが真面目に話してる隙にローストビーフ全部食いやがったな。ぎこの野郎、ローストポークにしてやる。表に出やがれ。おいおい、まだ追加で出すから喧嘩するなよ。私すごく楽しいです。私が皆さんに大切にされてたこと、この空間にいるだけでそれがよくわかります。心が満たされていく感じです。ゆいちゃん、それはこれからもずっと一緒だよ。私とキリト君、そしてこの仲間たちとずっと仲良くしようね。はい。
メッセージが届いてたな。パパ、ママ、早く早く。ユイ、そんなに急がなくても大丈夫だぞ。でも、せっかく三人のお出かけなのにもったいないです。時間は有意義に使わないとダメですよ。ゆいちゃんたら。ゆい、どうだ、楽しいか。はい、パパとママとのピクニックすっごく楽しいです。こういうのをだんだんって言うんだよ。だんだん、家族が揃って仲良く過ごすことですね。ああ、そうだ。これまで何度もユイと三人でこうして出かけたことがあったんだぞ。アインクラッド、そしてアルブヘイムに世界を変えても、俺たちはいつも繋がっていたんだ。パパ、もしかして記憶を失う前の私の方が良かったですか？え？ユイちゃん。違うんだユイ、そういう意味じゃない。気を悪くしたのなら謝れ。すまない。いえいえ、パパ、そんなつもりで言ったわけじゃないです。ただ思い出をたくさん作ってきたのなら、パパやママがそう思ってしまうことは当然ですから。記憶を失う前の私を懐かしむのも無理はありません。ユイ、ユイちゃん。勘違いさせてすまないユイ。でもそう思っちゃっても仕方ないよな。俺の言い方が悪かった。でも俺は前のユイの方が良かったなんて言うつもりは全くないんだ、パパ。ただ家族3人で辿った奇跡を今のユイにも教えておきたかったんだよ。奇跡？俺はな、大事な一人娘の記憶がなくなったことを、別に喪失とか交代とかネガティブに考えたことはないんだ。これはユイと俺たち家族が辿る道、家族として絆をより強くするため、成長するために辿る出来事に過ぎないんだ。成長するためですか？ああ、今回のおかげで俺は仮想世界の未来、そしてその住人たちが生きる未来を知ることができた。それはきっと必要なことだったんだ。だからユイとこうしてまた思い出を作り直すことも、やり直すとかじゃなくて、そう、一つのステップアップだって考えてるんだよ。うん、私もそうだよ。正直なところ寂しいとか切ないとか、そういう気持ちが全くないかって言われると否定できないけど、ユイちゃんとはこれからもっと楽しい思い出を作れるって考えたら、そんな気持ちも吹き飛ぶんだよ。ユイちゃんをもっと好きに、少し恥ずかしいけどもっと愛せたことが私は何よりも今嬉しいの。パパ、ママ、ごめんなさい。私、そんな二人のお気持ちも知らず。ユイ。でも、私、とっても嬉しいです。たとえ記憶がなくても、すべてを忘れてしまっていても、私の中の前の私と、バベルというもう一人の私が、パパとママに愛せてもらえてることがすごく嬉しいって言ってる気がします。そうなんだね。そう言ってもらえて私たちも嬉しいよね、キリト君。もちろんだよ。さて、そろそろピクニック再開といこう。今日はいろいろと予定を組んでるんだ。もたもたしてる時間はないぜ。わかりました。